はい、皆さん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、セロ225やっていきたいなと思います。はい、前回のセロなんですけども、前回はですね、ハンドル周りですね、まあ、クラッチレバーとか、ハンドルスイッチ、それからメーター、こういったものをつけて、電装系の方を、しっかりと配線して、そこまで終わっております。さあ、今日はですね、その続きやっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでですね、今日もね、セロ225をやっていくんですけども、今日やっていくのは、フロントのブレーキとリアのブレーキ、これをね、組んでいきたいなと思います。はい。で、フロントのブレーキなんですけども、はい、こちらですね。はい、このフロントブレーキがですね、もともとついていたフロントブレーキになります。はい。ただね、ちょっとね、まあ、状態があまりよろしくなさそうなので、これをですね、はい、こちらですね、はい。同じ形のものですね。面識は違うと思うんですけども、まあ、同じ型のものを、取らせていただきました。はい。で、ただしですね、使うのはこのキャリパーの部分だけになります。はい。で、これをね、きれいにして、オーバーホールしっかりとして、つけていきたいなと思うんですけども、はい。これがね、もともとついていたマスターシリンダーになります。で、このマスターシリンダー使い回せるかと思ったんですけども、ちょっとネジ穴の方が潰れていて、ちょっと回しづらくてですね、いっそのことと思って、こっちの方のマスターシリンダー使い回そうかと思ったんですが、ここのガラスのところですね、ガラスじゃないんですけど、このプラスチックの透明のところですね、これがもう割れてました。で、これを交換しようかと思ったんですけども、さすがにちょっとブレーキ周りなので、ちょっと危ないかなと思ったんですよ。で、素人が交換して、まあ、いざという時にブレーキが効かなくなったっていうのがね、非常に不安なので、今回、ホースもそうなんですけども、このマスターシリンダーもですね、新品に交換したいと思います。ただし、この年式のマスターシリンダーがなかったので、実はですね、セロ225のマスターシリンダー自体がもう、メーカーにもないんですね。なので、社外のものちょっと探したんですけども、社外のものがね、ちょっと高かったっていうのがあって、どうしようかなと迷ってたんですけども、そんな時にですね、セロ250のマスターシリンダーの方が、結構ね、価格的にも、社外の、まあ、有名なメーカーさんに比べると、価格的には非常に安いものが手に入りましたんで、それをね、流用していきたいなと思います。はい。まあ、ですから、ホースはまあ、まだ純正のものが出てるんで、ホースは純正の新しいものを交換して、このマスターシリンダー、ちょっとね、まだ合うのかどうかもちょっと分かってないんですけども、セロンのですね、250の方のマスターシリンダーを使って、綺麗に交換していきたいなと思います。それではね、スタートしていきたいと思います。さあ、それではですね、分解していきます。これがね、もともとついていたやつですね。これはね、ちょっとしまっておきたいと思います。まあ、このボルトなんかはね、ちょっときれいにして、使いたいと思いますんで、これまだ置いておきますね。多分ね、分解して、もうちょっとまあ、きれいにしたら、まだ全然使えるものだと思うんですけどもね。はい。ちょっと不安だったのでね。はい。こっちをね、きれいにしていきます。さあ、まずはね、ホースをね、外していきます。外れましたんで、これはですね、はい、もう使わないと思いますんで、どっかに置いていきたいと思います。さあ、それではこの辺もね、バラしていきます。はい、ようやく取れましたね。はい、これはね、一応交換なので、まあ、ボロボロになりましたけどね。はい、本当はね、油圧かけて外してあげたらいいんですけども、油圧がかけれませんでしたから、ちょっとね、こんなボロボロになるまで時間かかりましたけども、はい、まあ、この辺はね、全部ちゃんと交換したいと思いますんでね。はい、これもね、しっかりと綺麗にしていきたいと思います。はい、これでね、バラバラになりましたんで、まずはこの辺の汚れているものを一回掃除してですね、塗装をね、かけていきたいなと思います。
はい、洗浄の方が終わりましたね。これはね、交換するパーツですね。はい。で、こちらが流用したいパーツです。でね、実はね、これも新しく取ってたんですけども、外して洗浄してみたら結構まだ使えそうだったんで、一応ね、新しいものは置いといて、まだこれ使えそうなのでね、これは使いたいと思います。はい。で、こちらはですね、塗装の方は、取りましたので、もうボロボロだったんでね、はい、今からね、塗装していきたいなと思います。さあ、塗装していきます。さあ、それではですね、クリアをね、拭いていきたいと思います。はい、これでね、塗装の方終わりまして、全部ね、綺麗になりましたんで、早速ね、組んでいきたいなと思います。さあ、使えるものは使って、交換するものはですね、はい、一応ね、用意してありますんでね、交換していきたいなと思います。ではまずをね、これをつけていきますね。はい。で、ここにですね、グリスをね、塗布しておきます。はい、これでね、グリスの方は塗り終わりましたので、一旦ね、これを置いておきます。では続いてはですね、ここにね、ピストンを入れていきたいと思います。これはね、もうセット品になっているピストンのね、交換の部品になります。はい、これを使って、交換していきます。はい、これでハマりましたね。ではピストンに入れる前にですね、フルトですね。これをね、中に塗布しておきます。はい、塗布できましたんで、続いてはね、ピストン入れていきます。一応ピストン側にも塗っておきますね。はい、これで入れます。はい、入りました。続いてはこのブーツみたいなやつですね。はい、これを入れていきます。はい、ここですね、しっかりとリングの方入りましたんで、他の部分ね、組んでいきたいなと思います。さあ、それではですね、この金具ですね、これを入れます。はい、金具の方がね、しっかりと入りましたんで、続いてはね、こちらですね、これをここに入れます。はい、これでですね、ブーツの方が入りましたんで、これをここにはめて、そして、ブレーキパッドですね、入れていきます。ブレーキパッドの方はですね、 NTB さんのリプロ品になります。さあ、ここまでできましたんで、あとこちら側にもですね、はい、ブーツ入れます。はい、そしてですね、ブーツの中にですね、これ入れますんで、ここにも一応グリス塗っておきましょうかね。さあ、ここですね、あと、はい、これはね、ちょっと仮止めしておきます。はい、これで OK ですね。続いてここにですね、このパーツですね、ニップルみたいなやつなんですけども、これ多分エア抜きのやつですね、これをね、ここですね、はい、ここに入れます。さあ、これを閉めますね。はい、これで OK です。これね、あとキャップがついていますんで、キャップもしておきますね。はい、これで OK ですね。はい、これでですね、ブレーキキャリパーの方が完了しましたんで、早速ですね、本体に組み付けたいと思います。で、組み付けてから、ハンドルですね、ハンドルの方に、シリンダー、マスターシリンダーですね、マスターシリンダーをつけて、ブレーキホースを通して、それからフルードを入れてエア抜きして、ブレーキの方を終わらせていきたいなと思いますので、早速ね、本体につけていきます。さあ、それではですね、ブレーキキャリパーつけていきます。まずはね、この状態でこっち側をはめますね。
そしてボルトで留めます。はい、これで OK ですね。これでこのキャリパーをこうですね。そしてさっき外したボルトを締めます。はい、一旦これでキャリパーの方が終わりましたんで、続いてはですね、マスターシリンダーつけていきたいなと思います。さあ、それではですね、マスターシリンダーつけていきます。マスターシリンダーはこちらですね。はい、これはセロ250の方ですね、のマスターシリンダーを使います。まあ、これでもね、十分使えるかと思いますんで、これを新たにねつけていきたいなと思います。さあ、それではですね、マスターシリンダーつけていきますね。はい、とりあえずはね、仮で、これぐらいで止めておきますね。続いてはね、ホースをつける前に、先にですね、レバーをね、つけたいと思います。さあ、とりあえずレバーをつけます。で、これハンドルガードをまたつけたいんで、とりあえずはね、仮止めにしておきたいと思います。エア抜きするときにね、レバーが必要なのでね、とりあえずつけておきます。はい、これで OK ですね。はい、これでレバー OK なので、続いてはですね、ホースね、つけていきたいなと思います。さあ、それではホースつけていきます。ホースはですね、はい、新品取らせていただきました。ヤマハさんの純正ですね。はい、これをつけていきます。さあ、ホースつけていくんですけども、つけるときに使うボルトですね。はい、これをね、250用のボルトを使います。このマスターシリンダー用ですね。多分まあ、何でもいけると思うんですけどね、この穴開いてるやつだったらね。はい、これで、で、あと、はい、パッキンですね。パッキンを挟んでやっていきます。はい、とりあえずね、仮で止めておきます。それではホースをね、通していきますね。さあ、ここにですね、これをつけます。さあ、ここもね、ボルトで止めます。はい、 OK ですね。さあ、ここもね、本締めしておきます。さっきね、ちょっとブーツ入れ忘れたんですけども、これもね、新しく取ってあります。はい、これで OK ですね。さあ、ブーツもかぶせましたんで、早速ですね、フルード入れてエア抜きの方をね、していきたいなと思います。と、その前に、これがですね、はい、ここのセンサーですね、センサー入れておきます。はい、これでね、センサー OK ですね。早速ですね、フルードの方を入れていきたいなと思います。さあ、最後にですね、このワイヤーのところですね、カバーつけていきたいと思います。今回ですね、このマスターシリンダーも新品ですし、ホースも新品、そしてまあ、キャリパーもね、オーバーホールしておりますから、中にね、古い、フルードがあるというわけではありません。なので、ここにですね、ブレーキフルードを入れて、で、エア抜きをしながら充填させていきたいなと思います。で、やり方としては、とりあえずここにフルードを入れて、このレバーですね、はい、これをこうやりながら、こうしっかりとね、フルードが中に充填していくようにするみたいなんですね。僕も実際これやるの初めてなんで、ちょっとね、試しながらやっていきたいなと思います。で、キャリパーのところにエア抜きのところがありますから、そこを緩めながら、下からですね、フルードの息を出しながら、噛んでるですね、エアもその時に出しながら、エア抜きを行っていくというような作業となります。とりあえずはですね、ここにフルード入れていきたいなと思います。さあ、これがね、ブレーキフルードですね。これはまあ、ヤマハさんの純正で、まあ、キャリパーね、直した時にも出しましたけどもね、これ入れていきます。これが一応指定品のやつですね。さあ、それではですね、こ
これではね、多分ホースにまずね入っていかないので、下のキャリパーのですね、線を緩めてねホースの中にね、フルドが入っていくようにちょっとやっていきたいなと思います。はい、今ねこんな感じですね。これを緩めると、空気が抜けていきますから、フルドが入っていくはずですんで、とりあえずねこれ緩めますね。さあちょっとねこれでは出てきないみたいなんで、ちょっとね、はい、この注射器を使ってね吸っていきたいなと思います。はい、エアの方がですねだいぶ抜けてきまして、圧がねだいぶかかるようになりましたんで、先ほど言ったやり方でやりたいと思います。まずはですねこうレバーを握ります。だから固くなってますね。もうこれでね一応ディスク効いてる状態になりますんで、この状態で、ボルトをね緩めたいと思います。緩めます。これを繰り返していきますね。はい、これでですねバッチリね今エアの方が抜けましたんで、一応これでですねフロントブレーキの方が終わりです。さあこれでですねブレーキの方が低くなりましたね。こういう状態ですね。はい、しっかりとブレーキ効いております。さあ、フロントブレーキの方が終わりましたんでリアブレーキいきたいんですけども、その前にですねチェーンをねつけたいなと思います。それではチェーンつけていきたいと思います。さあそれではですねチェーンを貼る前にですね、ここですね、ここにですね、はい、こちらチェーンスライダー、これがつきます。もう前回ですねもう破壊されていて、ここの部分ですね、ここの外側の部分が交換できるようになってるんですけども、これがもう崩壊している状態だったので、今回ね、この芯の部分と外側の部分ですね、新品の方を取りましたんで、これをつけたいと思います。さあこの向きですね、はい、これであとはワッシャーですね。ワッシャーと、ついてはですね、このワッシャーとボルト、これで止めていきます。はい、これで OK ですね。それではですね、続いてはこちらですね。はい、ドライブスプロケット、こちらをね、つけていきたいなと思います。さあ、それではですね、ドライブスプロケット、これをつけていきます。はい、ちょっとね今締めづらいんでとりあえず仮で止めておきます。それではねチェーンを貼っていきますね。さあそれではですねチェーンをはめていきます。もうここまで仮組みしてあります。チェーンもねカットをしております。これはね SR400 の時に間違えて取ったチェーンですね。はい、これをねつけていきます。一応まあセロのチェーンなんですけども、あのクリップ式でも大丈夫なんですけれども、まあたまたまこれがあったんでね、このカシメ式の方ですね、はい、これにしたいと思います。はい、これでですね、カシメ完了です。さあ続いてはですねチェーンのたわみを見ていきたいなと思います。一応ですねサービスマニュアルでは、サイドスタンドを立てた状態で、一番このたわんでる中央ですね、はい、ここに当てて、こうした時に35から45ミリの振れ幅があれば大丈夫ということなので、一応ねこれで今もう調整終わってる状態になりますんで、これでこちらをですね、本締めしたいなと思います。
はい、これでですね、リアの締め付けとチェーンの取り付けですね、完了です。さあ、それではですね、リアブレーキつけていきたいと思います。もうね、組み付けまで終わっておりますんでね、あとつけていくだけですね。はい、ここからじゃないと入りませんから、ここから入れていきますね。はい、あとはここをクリップですね、ワッシャー入れてクリップで留めときます。はい、あとはですね、ここにつけるだけですね。はい、ここのですね、スプリングも取り付けて、ここですね、はい、こちらのブレーキのね、センサーの方もつけましたんで、これでですね、リアブレーキの方完了です。はい、ということでですね、無事終わりました。はい、これでですね、エンジンを走らせることですね、チェーンつけましたね、走らせること、それから、ブレーキを使って止まることができるようになりました。いわゆる走る止まるですね、それができるようになりました。はい、僕自身はですね、まあ、チェーンなんかは前回もやったんで、だいぶやり方の方は走りましたけども、このブレーキですね、僕自身ちょっと初めてやりました。で、ブレーキのですね、ディスクキャリパーのキャリパーのですね、中の構造よく理解できましたんで、まあ、2ポットとか対向とかね、片押しとかっていろいろあると思うんですけども、そういった構造の仕組みなんかもちょっと勉強しながら、ちょっと今回進めることができましたんでね、よくわかりましたね。一応まあね、調べてると、まあ、対向をですね、対向とか片押しとかあるんですけども、要は両方から押すのか片方から押して、制動させるのかっていう違いなんですけども、基本的に制動そのものの性能は変わらないらしいです。多分まあそれはあくまでまあホームページで、ですね、ブログに書いてあったことなので、どこまで正確かちょっとわかんないんですけども、一応まあその筆者の方曰く、それほど精度そのものは変わらないと。ただ変わるのはフィーリングだということなので、要はこのブレーキングのですね、握り方とかね、そういったものの伝わり方っていうのが変わってくるというふうに書いてありましたんで、まあ、この片押しのね、ワンポットになるんですけども、これもね、少し後からツーポットになるはずなんですけどもね、はい、これでもしっかりとブレーキ効くと思いますんでね、まあ、そんなにね、スピード出して走ることはありませんからね、特にこのセロ、そんなにパワーがあるわけじゃありませんから、しっかりとね、通常の運転で、スタートストップができたら十分じゃないかなと思いますんで、まあ、しっかりとエアリキもできてると思いますんでね、これで無事に走らせることができます。はい、前回はね、もうこれ納車した時にはもうここのね、油圧が抜けておりましたんで、今回初めてね、このバイクがブレーキかかるところが見れました。はい、まあただね、いろんなバイク屋さんもおっしゃってるんですけども、もうブレーキですね、制動関係はね、あんまり素人の方が触らない方がいいっておっしゃいますんで、まあ僕自身もね、ちょっと不安なところもありますんで、問題ないと思うんですけどね。なので、まあただ素人が触ってるので、不安が残るのでね、皆さんはあんまり真似しない方がいいかなと思います。はい、はい、ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。次回また、お会いいたしましょう。それではまた。